大家好，这是 Linux 为了来原神的游戏视频。上期呢是把赛诺任务做了一下，因为是作为这次花生淡季的一个前置内容吧。为了更好的体验这次的活动，总之呢是把赛诺内容是应该是他传说任务第二章，总之给补了一下。这期呢按照计划开始去做。花神淡季，看一下这是在，哇，这个下不去。各自の担当は覚えたね。じゃあ手分けして行動しよう。もう一回念を押すけど、絶対にあの方に気づかれないよう気をつけてね。心配すんなって。私たち傭兵は秘密を守ることを命よりも大切にしてるからな。おそらくそのような事態にはならないかと。ただの例え話だよ。私の言いたいことはわかるだろう。やっぱりちょっと心配だな。絶対に口を滑らせはしないけど、もし何の前触れもなく背後に現れて、もしそれに気づけなかったら。みんなここで何してるんだ。私何も知らないし何も話してない。秘密を隠したりなんか絶対にしてないから。落ち着いてコレイ。まずは誰が来たのかくらい確かめないと。お、旅人にパイモン、ここで会えるなんてな。なんだお前たちだったのか。びっくりした。授業中にぼーっとしてたら後ろに師匠が立ってた時よりも焦ったよ。家臣探査に参加するためスネイルに戻ってきたのですか。お祭りの間は盛り上がるだろうし、せっかくなら友達と一緒に過ごしたいなって。うん、教練員でもいろんな準備を進めてるって先生から聞いたよ。今年はクラクサナリデビ様の誕生日を盛大に祝ってあげようとしてるみたい。かつて教練員が犯した過ちに対するささやかな償いって意味もあるんだろうね。ひひ、オイラたちタイミングバッチリだな。楽しいものをたくさん見て、おいしいものをたらふく食べられそうだぜ。それはそうと、さっきは何の話をしてたんだ。秘密とかなんとかこそこそ話してたけど。近くに。いい？誰にも言わないでね。実はクラクサナリデビ様のためにサプライズを用意しようと考えてるんだ。うわー、バースデーサプライズってやつか。ええ、リシアの提案なんですよ。ん？ああ、ドニアザードと話してたらふと思いついたんだ。家臣探査って毎年似たり寄ったりだろ。今年はちょっと特別な企画があってもいいと思ってさ。ドニアザードもいいアイデアだって言ってくれたし、みんなに相談したら話がサクサク進んでな。サプライズだから知ってる人は少ない方がいい。何せ知恵の神が相手だからね。ちょっとしたことで感づかれるかもしれない。一开始就在想做当时须弥任的时候，他是可以，也不能叫偷窥，总之是可以知道别人的想法。现在是因为魔神剧情他失去了这个能力吗？还是什么？最早好像是来须弥之前，他就在，应该是在去须弥之前是，应该也是一个可莉岛任务，我记得是。总之当时也是，他就提前是跟我们是有了交流，现在有点好奇啊。こんな風に話さなきゃいけないんだ。コホン、
とにかくここ数日手が空いてる友人たちに準備を手伝ってもらうことにしたんだ。それで具体的には何をするんだ？クラクサナリデビ様はキャンディーがお好きらしいから、そこをポイントにサプライズの内容を考えようと思ってる。フロート社のパレードの後は誕生日パーティーに誘うつもりだ。だからハフトスイーンとかも外せない。デザインの方はカーベに任せてある。今のところ僕たちは食材と飾りを買い揃えればいい。这是什么的设计？它是一个建筑师，可以设计别的东西。そうそう、ここまで話を聞いちゃったんだし、オイラたちも手を貸すぞ。だったらキャンディス、さっき買い出しを手伝ってほしいって言ってたよな。ほら、渡りに船ってやつだぜ。ええ、最近はあまり砂漠から出ていませんから、この辺の相場や品を見極められる自信がなくて。这是什么逻辑？我们不是好久没有来须弥了吗？我们也不会清楚啊。迷惑でなければ。水臭いこと言うなって。むしろみんなの役に立てて、オイラたちにとってもサプライズだぜ。お、パイモン、ずいぶん口がうまくなったな。では、お言葉に甘えさせていただきます。よし、決まりだな。飾りは私とドニアザードが担当する。パーティー会場は、ティナリに任せた。なんだかワクワクしてきたぞ。早速行動開始だ。ナヒーダに素敵な誕生日プレゼントを。しー、あ、そうだった、興奮してつい。しー、贈与他惊喜。他写的什么第一份礼物还是什么？好吧，这个刚才的动画做得好漂亮。这是三个任务吗？这是什么？我猜是三个活动。我很好奇这是什么东西。第一份礼物，海棠与蔷薇的幻色颂。我猜应该是解锁了节日活动，这三个是节日活动。这应该是等于是有三个任务，等于是第一份礼物，好吧。明白了。像这是去哪儿？在对面。这有点感觉过不去啊。我过去了。終点になるそうです。前もって屋台を出しているところがたくさんあるので、いつもより賑やかなのでしょう。アール村からも多くの商人が来ていますよ。みんな家臣探査を楽しみにしているようです。ひひ、なら買い物は心配いらないな。握りはオイラたちに任せろ。はい、お願い。这是什么？被纳西达读心了。何でもありません。ご心配をおかけしてすみません。まずはあそこのお店に行ってみましょう。但是感觉又不太像，因为平常的话应该没有这种副作用的。家臣探査当日に必要な軽食を注文したいのですが、パレードが終わったら取りに来るので、事前に用意しておいていただけますか？テイクアウトだね。ね、問題ないよ。ご注文は？マサラチーズボールとポテトボートを3つずつ、パニプリを10人前、それからカレーシュリムプを3つお願いします。ちょっと待ってて、メモしとくから。ポテトボートにパニプリ。よし、オッケー。それにしてもかなりの量だね。ええ、これだけの量ですし、
少し負けていただけませんか？ああ、もちろん。全部で29,000モラだが、26,000モラでどうだい？2万モラにしていただけませんか？それはちょっと困るよ。パレード当日はお客さんも多いし、わざわざ食材を取っとくんだから。そうですか。ではそもそも5つ追加しましょう。なんとかお願いできませんか？2割引きまでが限界だな。所以你究竟是知道不知道这个行情？わかりました。ありがとうございます。とんでもない。キャンディスってオイラたちより値引きがうまいじゃないか。それから他にも何か？いえ、ただコンロを点検してみてください。長く使っていると安全面に懸念が出てくるかもしれませんので。なあ、ありがとう。だが今日新しく燃料を変えたばかりだから、その心配は。所以刚才你出的这个奇怪的反应是这个碳有问题。平気だ。ありがとう。でもおかしいな。あの、送風機が壊れてはいませんか？その可能性はあるな。この間も似たような事故がうちで起きたし、送風機を変えたばかりだっていうのに。今度は後で点検してみてください。ひとまずお怪我がないようでよかったです。水でしたら持っていますが、いかがですか？いや、大丈夫だ。お気遣いありがとう。それにしてもお客さんよくわかったね。もう少し早く来てくれてたら未然に防げたかもね。这边他没说是眼睛好，这是靠眼睛来看出来的吗？今日中にコンロを修理しとくから、過信探査当日の注文には影響しないはずだ。心配しないでくれ。無理せず安全を優先してください。内金はここに置いておきます。ああ、ありがとう。さっきは危なかったな。キャンディスが気づいてくれてよかったぜ。その、私にもよくわかりません。勘というものでしょうか。ふぅ。で、次はどこに行くんだ？コンロがないとこだといいんだけど。さっきは本当ヒヤッとしたぞ。对，刚才是怎么只是冒烟了？但听他们的反应，感觉好像是发生了爆炸一样。次はキャンディーを作るのに必要なフルーツを買いに行きましょう。うん。久しぶりにオルモスコーに来たし、ついでにいろいろ買おうぜ。風よ。確か。フルーツ店はあそこだったよな。キャディス、大丈夫か？所以有你的传说任务吗？这是你的传说任务？お怪我はありませんか？うん、ありがとう。何かあったのか？あそこの箱が急に倒れてきたんだけど、キャンディスがこの子を助けてやったんだ。君、お父さんとお母さんは？パパとママは港の酒場に。私、退屈だったから。もう大丈夫ですよ。遊ぶときは周りに気をつけてくださいね。早く親のとこに戻りな。ここに箱を置いたのは誰だ？俺だけど。道路脇に重いものを積むなと言ったはずだ。一体どういうことだ？すまない。最近荷物が増えてきて、倉庫に置き場がなかったから。ああ、すぐどかすよ。次からは気をつけるから。
はあ、助かったよ。俺の監督不足だ。キャンディスさんがいなかったら大事故になりかねなかった。お気になさらないでください。ここ一帯の安全を守ることはきっと大変でしょう。ましてやお祭りの時期ですから。お手数ですが、引き続き気を配っていただければ助かります。過信探査の間は目がいくつあっても足りないぐらいだ。ああ、誤解しないでくれ。キャンディスさんのアドバイスはしかと胸に刻んでおこう。又提到了好多眼睛看不过来。買い物中だったんだろ。これ以上じゃ跟你的这个眼睛有关系吗？じゃ、祭りを楽しんでくれ。キャンディス、さっきはすごかったぞ。箱が倒れる前に走り出してたよな。実は、そういった未来が見えたんです。え、未来を予知できるってことか。感觉这种剧情已经见怪不怪了。先ほどのコンロの事故もその場面が見えました。この琥珀色の左目を特別に思ったことはありません。これまで変わった光景を見たことだってありませんでした。这等于是一个新的能力。しかし今朝からしきりに何らかの場面が見えるようになったのです。そして数秒後には現実に。今天早上发生了什么。いえ、この現象が予知かどうかまだ確信はありませんし、みんなに余計な心配をかけたくはありませんから。特には何も。いつも通り一日の仕事の手配を終え、神様にお祈りを捧げてから待ち合わせの場所に向かいました。強いて言うなら道端で綺麗な宝石を買ったことぐらいでしょうか。おー、確かに綺麗だな。之前有个什么罐装知识还是什么东西。あなたも気づきましたか。宝石から特殊な元素の痕跡をかすかに感じます。実はそれが気になって買うことにしたんです。予知が宝石と関係してるってことか。その可能性はあると思います。もしよかったら宝石を手に持って試してみてくれませんか。そうですか。誰にでも起こる現象ではないようですね。何らかの条件が必要なのかもしれません。それともアフマル様の民であることと関係しているのでしょうか。这是那个赤王吗还是什么。这是应该是沙漠的神。他のやつに聞いてみるのはどうだ。過信探査の準備で忙しい時期ですから、できればこういったことでお手を煩わせるのは。それにちょうどここ数日は任務も多くありませんし、自分で調査すれば済むことです。これもガーディアンたる私の責務でしょう。ありがとうございます。あなたがいてくれたら私も安心です。まるで夜に仲間と焚き火を眺めているかのように。とりあえず買い出しを済ませてから石の情報を集めましょう。石の出所については商人に聞けば教えてくれるはずです。商人といえばあの情報通の大商人がいるよな。モラをかっつり持ってかれるだろうけど。もしかしてドリーという名の方でしょうか。アール村でもその噂は耳にしていました。そうそう、ただモラに目がないやつだから、値切り交渉は無理しない方がいいぜ。就等于你的这个砍价是作为了一个卖点。为什么还寻找？不是已经知道了下落？上質なものを揃いましたからご心配なく。
新しく仕入れた品もありますの。いかがかしら。え、いらない。え、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 あ、構いませんとも。またお越しくださいまし。ダリー、あらあら、どちら様かと思えば私の大事な、あ、大事なお客さんじゃありませんの。おおおお、そちらはアール村のガーディアン、キャンディーズさんですね。これはまたまた素敵なお客さんですこと。あ、さてさて、ご用件は何でしょう。私、砂漠では怪しい取引なんて、あ、怪しい取引なんてしてませんけど。いえ、誤解なさらないでください。ドリーさんにお伺いしたいことがあって尋ねたのです。亲爱的多利大商人，这个是什么？情報を求めて。ああ、なんなりとお聞きくださいまし。私、情報の取引が一番好きですの。かさばらないし、倍の値段で。ああ、いや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 、免税対象でもありますから。実は今朝、変わった宝石を購入しまして、これを加工した人がどこで原石を手に入れたのか商人にお聞きしたいのです。他是想打听是从哪儿来的，但为什么说什么商人名字我写在纸上了，是什么什么玩意儿？ちなみにその方の名前はメモしてあります。写在纸上了是他刚才说的，这个为什么要把这个反过来？になりますわ。もちろん、万能と名高いドリーさんが直接石の由来を調べてくださっても構いません。相応の報酬はお支払いしますので。利益は少ないですが、人探しは大した手間じゃありませんわ。宝石を加工している知人たちに聞けば、まあ、済むでしょう。现在我突然意识到纳塔新的那个卡奇娜那个部族应该是跟宝石有关，不太清楚是这个会不会有联系啊？啊，そんなこと言われても、この類の情報は企業秘密ですから、調べるのも一苦労です。一苦労ですの。よろしければ値段をご提示いただけませんか？あらま、潔いですわね。ちょいとお待ちくださいまし。交通費に、差し入れ代、それから20万もら。20万もらでいかがかしら。うえ、高すぎるぞ。申し訳ありませんが、ご提示の額では予算を超えてしまいます。もう少し安くしていただけませんか？え、あ、構いませんわ。人情味のあるアール村の方には、思い切って譲ってあげましょう。そちらの希望価格をご提示くださいまし。5万モラでどうでしょうか？どうしましたか？砂漠での相場を言っただけですが。あ、無理、無理ですわ。こんな商売をしてたら破産してしまいますわ。そうですか、仕方がありませんね。では3万もらでどうでしょう。え、私の聞き間違いじゃありませんよね。そちらのキャラバンがアール村を訪れた際の安全を保証し、一部税金も免除します。いかがでしょう。いやー、最近のアール村には物
ジネスチャンスがコロコロ転がっていますし、はあ、カーニアの後ろ盾まで回るわ。確かに悪くないのいいね。確かに你这个是商人的表情吗？完全暴露无遗。器量と見識は噂通りですね。もちろんでした。アール村のガーディアンとの友好関係を築くために損を覚悟でお受けいたしましょう。それでしたらサップ、あ、サップ、サップ、サマモラでもう決まりですの。はあ、宝石職人へのおもてなしは500ボラの屋台料理で済ませるしか ありませんわね。情報を集める時間が必要ですので、はい、また明日来てくださいまっしゅ。このタイプの依頼は手間がかかりますの。本当にありがとうございます、ドリーさん。旅人さん、せっかくスメールに来たのですから、オルモス港をゆっくり散策されてはどうでしょう。先ほど買ったものは私が預かりますので。そうか、オイラたち特に何もしてないのに、なんか悪いな。そんなことはありません。私の方こそ付き合わせてしまって申し訳ありませんでした。相変わらず気さくなお方ですね。あなたたちに神様のご加護があらんこと。ドリーさんも全てが順調にいきますように。ではまた明日お伺いします。また明日。哦，这么快就完成了。惊喜现在是什么？甜蜜。他还在这儿吗？好像还在这儿。刚才桌上放了奇怪的香炉是什么情况？今朝早くからこの辺りで取引をされていたようです。ドリーさんはアール村の通行証と減税証明書を受け取るとすぐに出発されました。あいつ一秒も無駄にしないんだな。それで宝石の出所は分かったのか？ええ、スメールの宝石商から情報を聞き出してくれました。その石は数ヶ月前砂漠のとある遺跡で見つかったとのことです。名もなきその遺跡は損壊が激しく、壁に書かれた文字も識別できないほどだったと。ただもっと気になるのは、似たような宝石がもう一つあるという点です。一個無名的遺跡、为什么感觉这个宝石应该很贵呢？もう一つ？発見当時、宝石は真ん中のあたりにひびが入っていたそうです。宝石を加工する職人は直しようがないと判断し、いっそそれを似たような形になるよう二つに切断しました。明白了，所以是不贵的是这么一个原因。じゃあその片割れはどこ
私もそれが気がかりなのです。もし本当に宝石に未来を予知する力が秘められているのなら、悪党の手に渡った時大変なことになりかねません。ちょうど今朝砂漠で襲撃事件があったと聞きました。かなり偏僻な道を進んでいたキャラバンが襲われたそうです。その事件がもう一つの宝石と関係あると思ってるのか。倒也是可以这么联想。まだ確かなことは言えません。ただ一般的にキャラバンが偏僻な道を選ぶ理由は、規模の小さな商売を行っているか、もしくは重要な荷物を運ぶため外部にルートを知られたくないかのどちらかです。その可能性はあるでしょう。其实他说到这个预知之后，我第一想的是他是不是你需要有神之眼相关的一个能力才能使的，一般人拿到会不会就是一个普通的宝石。そうなったら現地で調べてみるしかなさそうだな。でも過信探査の準備はどうしよう。ディシュアに日程を確認したところ、後でオルモス港で合流すればいいとのことでしたので、少し急げば間に合うはずです。あ、もちろんもし他に用事がありましたら、砂漠までご同行いただかなくても大丈夫ですよ。何言ってんだよ。オイラたちも調査を手伝うって約束しただろ。遠慮すんなって。わかりました。力をお貸しいただき感謝します。甜蜜的话会是糖果，这个应该是这次的一个活动任务。这是个好奇怪的位置啊。慢慢给个 T 之类的。事件はこの辺りで起きたはずです。全く人気がない場所だな。旅人さん、パイモンさん、ここを見てください。何か感じませんか？砂漠の部族やエルマイト旅団の中には元素力を扱える人も少なくありません。その力を利用してキャラバンを襲い、不義の富を築く者もいます。お、割れた板があるぞ。キャラバンの輸送車から外れた木の板のようですね。焦げた跡もあります。爆発でも起きたのでしょうか。这会是跟早上那个烧烤摊儿有联系吗？あちらにある痕跡はまだあまり時間が経っていないようです。道に沿って調べていきましょう。什么玩意儿？哈，卡西欧。手がかりはあちらの方角を示しています。上へ行きましょう。为什么有的有配音有的没有配音。なんてこった。わざわざ偏僻な道を選んだっていうのに襲われちまうなんて。すみません、ちょっとお尋ねしても。誰だ。アール村のガーディアン、キャンディスと申します。今朝の強盗事件についてお聞きしたいのですが。ガーディアンだって。おい、何ビビってやがる。ガーディアンってのは俺たちを守る存在だろうが。就等于你们有问题。あ、そうだった。すまんすまん、みっともないところを見せたな。
こいつまだ襲われたショックから抜け出せてないんだ。いえ、さぞ辛い思いをされたことでしょう。ところで、今日はここで漏洩されるおつもりなのですか？キャラバン宿駅はそう遠くないはずですが。ああ、あまりに悔しかったからな。仲間たちを呼んで襲った奴らを懲らしめてやろうと思ってるんだ。いくらか品も取り返せるだろう。对对，等于是类似于是两个黑帮发生了问题。食料もあまり残っていないようですし、この状況では冷静さを保つことが大切です。砂漠では衝動と油断が命取りになることもありますので、どんな荷を運ばれていたかお聞きしても。危険物だよ。え？何言ってんだ、花火だろうが。だって箱に危険物って書いてあっただろう。当たり前だろ、花火に食品って書くのか。はあ、すまんな。こいつちょっと抜けてるところがあるんだ。気にしないでくれ。キャラバン宿駅の衛兵に知られたらまた問い詰められちまう。花火をどちらへ運ぼうとしていたのですか？砂漠にある集落さ。過信探査の時期だからお祝い用として最近注文が多いんだ。俺らみたいな小さな商売をしてるところもおこぼれに預かれるほどでな。だいたい。なるほど。もしよろしければ事件発生時の状況を聞かせていただけませんか？ああ、別に構わないぜ。遠回りして偏僻な道を選んで進んでたら、あたり一面のツルクサに足止めされたんだ。ツルクサ？砂漠にツルクサが入るわけねえだろうが。車輪が砂にはまって動かなくなっちまったんだ。あれはきっと罠にちげえねえ。その後急に空から爆弾が落ちてきた。有点意思了。爆弾？黙ってろ。さっきの衝撃で頭のネジでも外れちまったのか。こいつのことは気にするな。ショックでわけわからんことを口走ってるだけだ。俺らの足止めに成功した奴らは火のついた矢を放ってきた。それに花火が引火してもうてんやわんやさ。その隙に奴らは荷をかっさらっていった。強盗の姿は覚えていますか？いや、あの時は逃げるのに精一杯だったし、砂ぼこりで何一つ見えやしなかった。ああ、でも緑色の石を持ってたような。もしかしてこれと似たものでしょうか？そうそう、そんな感じのだ。あんな高価そうなものを持ってるのに、しょうもねえ花火を狙いやがって、わけのわからんやつらだぜ。所以他们实际上是来在抢那块石头的。おおよその状況はわかりました。教えていただきありがとうございます。しかしここはやはり安全を優先し、キャラバン宿駅の衛兵に状況を報告することをお勧めします。感情に流されて無謀な行為に出るべきではありません。あ、わかった。少し休んだら出発するよ。では失礼します。行きましょう。ここまで来れば聞こえないでしょう。旅人さん、どう思いますか？等两个一起选吗？ええ、同感です。先ほどの人は何かを隠しています。彼らが運んでいたのは花火だけではないでしょう。そして今、その危険物が正体不明の強盗の手に渡っています。悪党同士の抗争か？あり得る話です。強盗たちがなぜ危険物を奪ったのか、一刻も早く解明しなければなりません。あなたの心配もわかります。相手は待ち伏せの位置を正確に定め、行動も非常に効率のいいものでした。宝石により未来を予知した可能性が高いです。思っていたよりも危険な状況かもしれません。みんなにも相談した方が良さそうですね。ただその前に一度キャラバン宿駅に行って衛兵に報告しましょう。不是跟迪西亚约好了吗？这边现在出了这个事儿，是会迟到吗？还是会怎么着？
お二人はここで少し休んでいてください。衛兵と少し話をしてきます。まさかこんな展開になるなんてな。過信探査を無事に過ごせたらいいけど。ん？今の言葉、大マハマトラとしては見過ごせないな。有意思了。セノ、なんでここにいるんだ？ああ、公務中でな。ある奇妙な強盗事件を調べている。更有意思了。え？もしかしてセノもあの事件を？俺なら平気だ。道中パチサラプリンを買った。後で食べるつもりだったんだが、いるか。他说准备一会儿吃，跟放凉了吃，这个一。而且布丁是放凉的吗？这是一个什么组？味はどうだ？パチサラプリン、うまみたっぷりんだろ。啊。好吧，就等于是那个放凉了，是等于是这边的写文本的时候做的一个伏笔，但因为你配音的时候可能是没法给它直白的翻译过去，但这个布丁倒是意思是传达到了。先ほどの話に戻るが、お前たちの言う強盗。这个有意思啊。そうか。すでにキャンディスと調査中だったとは。詳細はキャンディスが戻ったら話してくれるだろうけど、あの襲われたっていうキャラバンは相当気な臭かったぞ。わかった。あとは俺に任せてくれ。そうだ、これから何か予定はあるか？おう、キャンディスと一緒に帰るつもりだ。その後はみんなと一緒にサポイ何か隠してるようだな。隠してないぞ。何もたがんでなんかないからな。砂漠の積年の実は絶対に嘘をつかない。なぜか知ってるか。なんでだ。嘘をつけば相手の恨みつらみが爆発することを知っているからだ。これを積年の恨みという。我好像是理解了，但是这个本当か？なら秘密を吐くんだな。本当に隠し事なんかしてないぞ。そうか、鈴木にも負けない根性だ。なんだって？鈴木は鈴木だが、巣のない湖で一生を過ごす。凄まじい根性だろ。オイラもだ。大マハマトラに尋問される恐ろしさを身をもって知ったぜ。尋問？何の話ですか？キャンディス、やっと戻ってきたんだな。助けてくれ。どうかしました？セノさんはむしろ楽しげな表情ですが。変わりないか。旅人から事の経緯は聞いた。あとは俺に任せてくれ。ただ午後の予定を聞いたらはぐらかされてな。午後ですか。オルモスコーに行ってサプライズの準備をしますが。わあ、キャンディス、バレちゃうじゃんかよ。他不是说他一脸愉悦的表情吗？セノさんもサプライズ計画のメンバーですよ。对呀。なら早く言えよセノ。言おうとしたが、お前たちが遮ったんだろ。午後は事件の調査をするから行けないと言づてを頼もうとしたんだが。哦，他也是要去参加那个惊喜的，明白了。おかげでダジャレを二連発で食らっちゃったぞ。又是这个三，这是一个什么东西？メンバーを伝えていなかった私たちのせいですね。申し訳ありません。
何はともあれ誤解が解けたならそれでいい。みんなによろしく伝えておいてくれ。それとこれは俺が買い出しで揃えた分だ。悪いが一緒に持ち帰ってくれると助かる。あ、任せろ。ああ、ダジャレではいつもお前たちを任している。もう勘弁してくれよ。喂，奥摩斯一直在奥摩斯进行，等于最后我猜高潮会回须弥城。这是哪儿？戻ってきたな。冷えた体がやっと温まってきたぜ。仕事モード以外のセノさんに会うことはめったにないのですが、きっと友人が過信探査のためスメールに戻ってきてくれたことが嬉しかったのでしょう。通りで仕事モードだって言うのにダジャレをお腹いっぱい溜め込んでたわけだ。お腹が冷えちゃわないか心配だぜ。老会肚子疼。キャンディス、まさかまた未来が見えたのか。ええ、あちらの路地から人が二人現れるのが見えました。现在突然意识到一件事儿，这个宝石如果是可以预知未来的话，它被切成了两半，这相当于是你看见未来的一个原因是另外一个宝石，实际上是那个人在用，你这是类似于一个联动的效果。しかも、何やら不穏な話をしているようです。不穏な話？もしかして危険物を盗んだやつらか？いえ、残念ながら予知で見えた場面はぼやけていて。会話も一言二言しか聞き取れず、どれも断片的です。なら隠れて観察しよう。過信探査を邪魔しようとする奴らは現行犯逮捕してやろうぜ。詳しくない。为什么有一瞬间听着像阿尔海森？声音这边没有戴耳机，所以是没有听的，听的是不太清楚。その計画は諦めなさい。え？どうしたんだ？なんでお前たちが？一体どんな恐ろしい計画を企んでるんだよ。爆発とかフロート車とか聞こえてきたけど。想像は思考に由来する。君がそう考えているから恐ろしい想像が膨らむんだ。明白。何を考えているんだ。僕たちは過信探査のサプライズについて話し合っていたんだが、だから問題はそこじゃないと言っているだろ。僕とあの子の関係は冷たいものじゃない。君の推測はずれている。一日中ずっと行方不明だとそっちが先に言い出したんだろ。いなくなったのはこれまで一度も給料をもらっていないことに気づいたからかもしれないと。是在说你的箱子吗？あれは、つい心配で言葉を漏らしただけだ。コーヒーを買いに行かせるようになったのは最近のことだぞ。教令院の新入生たちが進んで先輩のコーヒーを買いに行くことを知り、そこから想像が膨らんで自身の扱われ方に不満を抱いたのかもしれない。そんなわけないだろ。僕はあいつを助手扱いしたことは一度もない。いや、もしかするとコーヒーを買うときに何かあったんじゃ。そのせいで家出をしたとか。そして機械としての生涯を振り返った。ますます怒りが湧いてきて、
二度と帰らないと決断したのかもしれない。おめでたい想像力だな。でもメラックは僕が作った。そんな冷徹なわけがない。それに毎週丁寧に手入れだってしてるし。それで君はあいつを探すためにオルモス港まで来て、書類を回収しに来た俺にばったり出くわしたというわけだな。まあそこについてはちょうどよかったよ。プランが完成したから目を通してくれないか。自分の腕に自信があるんじゃなかったか。そうじゃなくて、このコースで問題ないか見てほしいんだ。残念ながら当日のフロート車のコースについては詳しくない。はあ？準備を手伝うよう教練員から言われているだろう。その気はないのか。職務外のことだからな。知らなくて当然だろう。この俺を説得できるとでも。それもそうだな。まあいい、最後の爆発のプランだけでも見てくれ。爆発？ああ、僕が設計したキャンディータワーが時間きっかりにフロート車にぶつかって爆発するんだ。そしたら中に仕込んである装置がキャンディーを周囲に発射するというものでね。あ、もちろん本当の爆発じゃなくてクラッカーみたいなものだ。食品工学の論文を多数調べた結果、キャンディーの材料とタワーの外装が芸商花で折った布のように柔らかなものであれば、仮に当たっても全く痛くないと分かった。サインを出すことで遠くにいるメラックが装置を起動させ、指定位置で爆発が起こるようになっている。爆発のタイミングは、クラクサナリデビ様の乗ったフロート車が通るときにサインは出される。そのタイミングであれを押し出してバーンって寸法さ。風向きと湿度も考慮しないといけないな。ああ、その辺は織り込み済みだ。それらの要素をクリアする装置をキャンディータワーに仕込んである。失敗はしないだろう。はあ、なんだ、そういうことだったのか。君たちは全く違うことを想像していたようだな。私が説明しましょう。未来が見える能力、どうも怪しいな。実に面白い。その能力をもとにまだ見ぬ現実に仮説を立てたが、結果が違っていたというわけか。おそらく問題は結果にあるとは限らない。くれよ。もしキャンディスが見た光景が未来ではなく過去だったとしても、同じく説明がつくということだ。他是提到了一个对立的关系，我现在有点好奇，这个宝石会不会也是一个对立的呢？過去？ジャハンギルは前にも送風機が故障したことがあると言っていたのだろう。彼自身の話からも伺えるように、その装置が壊れた時の状況は。そう変わりないはずだ。这个可以这么解释。それから過信探査の影響で、ここ最近のオルモス港はどこも世話しない。道路脇に荷物が置かれていることはままある。路地裏で話し合いをするものだって珍しくないだろう。アルハイゼンさんのお考えですと、私は過去の出来事を見たということでしょうか。奇妙な現象も。ただの錯覚に過ぎなかったということはある。そうだな。未来にズレが生じたという説と過去が見えたという説を比べたら、後者の方が納得はできる。それもあるな。だが俺の推論は別に他人の感想を考慮したものではない。単純にもう一つの視点を提供しただけだ。確かにその可能性はあるかも。現状、そのような現象が引き起こされる条件や原因は不明だ。しかし、二つの可能性を念頭に置いておいた方がいいだろう。もう一つの視点か。ああ、そうか。メラックは君のことが嫌で出て行ったんじゃないか。天才的だな。
まるでメラックが昨日今日俺と知り合ったかのように言うところが。確かに君の声を識別できるよう設定してあるし、ずっと前から知っているはずだ。なら別の事情があるってことか。カーベ、メラックが行方不明になったって本当か？じゃあ今こっちに向かって飛んできてるやつって。え、どこに行ってたんだ。店にコーヒー豆の在庫がなかったから他を当たってくれていた。買えなくても別に構わないのに、そこまでしてくれるなんて。キャンディス、どうかしたのか？いえ、ただアルハイゼンさんの仮説は確かに一理ありますが、砂漠で強盗に襲われたキャラバンの件はどう解釈すればいいのでしょう。あ、もう来てたんだね。あ、みんな浮かない顔してどうしたの？ちょっとした謎謎さ。あ、もう集合の時間か。歩きながら話そう。这个居民有哪个人没有参与到这个活动来吗？俺は知恵の殿堂に行く。じゃあな。我感觉毕竟是花山淡季，应该是这边最大的一个节日了。估计所有的 NPC， 刚才这是法罗山啊。もう来ないのかと思ったぞ。元気いっぱいの若者が年老いた先輩を待たせるとはの。ファルザン先輩、実はある問題について話し合ってて。キャンディタワーを作ることよりも急を要することなのか？ちょうどいいキャンディの材料が見つからなくて散々頭を悩ませておったじゃろう。して解決策はあったのか？ええ、バッチリです。数十本の論文を読破した甲斐がありました。うむ、あっぱれじゃん。カーベは実に働き者じゃの。さ、早速作業開始じゃ。サボろうなんて考えるでないぞ。仕方ない、この問題はセノに任せておこう。僕たちがここで考えたってしょうがないしね。わかったならはよ動くんじゃ。子供じゃあるまいし、いつまで先輩に言わせるつもりじゃ。そうじゃカーベ、フロート車を模した装置を作ってほしいと言っておったじゃろ。もうできておるぞ。こんなに早く、さすがファルザン先輩。これくらい昔、つまり100年前からおるわしならチロン派の問題集を解くのと同じぐらい朝飯前じゃ。これ持っていけ、うまく使えるか試してみるとよい。はい、ありがとうございます。すまない、旅人、君が試してみてくれないか。僕は横でフロート車の動きを観察しながらキャンディタワーの調整をしたいんだ。所以我们要做什么？嗯，收集花朵，这是一个三条赛道的一个赛车的玩意儿吗？这个有什么好玩的？我还要玩40秒。
别告诉我这是到时候要玩的一个活动。哦，様になっておるではないか。旅人とファルザン先輩のおかげで、キャンディタワーの構想は固まったよ。这是一个什么原理？次はいよいよ制作じゃな。お前は作図に専念を、わしらはキャンディ作りの準備と行こう。コレイとオディシアはどこじゃ？二人はドニアザードさんの家でキャンディの飾り付けをしています。器用な二人のことですから心配はいらないでしょう。いっそのことスメールシティに集まった方が良くないか？なんでここにしたんだ？シティ内だとクラクサナリデビ様の住居に近いから、散歩の途中でばったり会うかもしれないの。その点ここならそこそこ離れているし、バレる可能性も低いってわけだ。サプライズを用意しているところをクラクサナリデビ様に見られたら。あら、ここで何をしているの？私の名前が聞こえた気がしたけど。くっ！どうかしたのかしら。はい。このデザインは何じゃ。屋根にこんな素材を使うとはありえんじゃろう。え？失敗じゃ。スメールの数百年にもわたる伝統を裏切っておる。クラクサナリテビ様が見たらきっと心を痛めるはずじゃ。確かにこのファサードも改めて見たらありえないデザインですね。お前ならパパッと修正できるじゃろ。もちろん今夜にでも修正してみせます。建築の話かしら。新しいアイデアを取り入れたデザインも素晴らしいと思うけれど。クラクサナリテビ様、どうか心配せんでくれ。こいつは優秀じゃが時々破天荒なことをしでかすからの。少し手直しすれば問題ない。そう、あなたまでそう言うなら、もしよかったらデザインを見せてくれるかしら。何かアドバイスができるかもしれないでしょ。あら、何か都合でも悪いの？そのデザインの方は。みんなの顔がこわばっている。デザインを見られるのが恥ずかしいから。それとも人に言えないトラブルにでもあったのかしら。デザインはその友人が持っていきまして。そうそう、思い出しました。後で取りに行かないと。困ったものです。余計気になってきたわ。ニーラ、何かご用かしら。はい、過信探査で披露する演目をズバイルシアターで練習しているのですが、クラクサナリデビ様の意見を聞きたいとみんなが言っておりまして。そう、ならすぐに向かうわ。わざわざ探しに来てくれてありがとう。就是你从须弥城跑到了这边的。好吧。いえ、クラクサナリデビ様が時間を作って来てくださればみんなすごく喜ぶと思います。もちろん任せてちょうだい。最近は割と時間に余裕があるの。今日もオルモス校が賑やかだと聞いて見に来ただけだから。じゃあ私はニーローと一緒に行くわね。またお会いしましょう。危な
カーベ、さっきはつい変なことを口走ってしもうた。別にお前のデザインに文句をつけるつもりはなかったんじゃが、わしは優秀な後輩に対してあんな風に叱ったりする先輩ではない。お前も知っておるじゃろ。ええ、もちろんです。そうそう、カーベ、我现在很好奇你是什么反应。ああ、もうこんな時間じゃ。はよデザインを取りに行け。いつまで手を焼かせる気じゃ。あ、はい、今行ってきます。もし私に聞きたいことや力になれることがあったら遠慮なく言ってちょうだいね。ありがとうございます。クラクサナリデビ様、道中お気をつけて。もうやめてくれ。これ以上は心臓が持たないぞ。念のため集合場所はパルディスディアイに変更した方が良さそうだね。距離的にここにしたけど人目につきやすい点を考慮してなかった。今すぐ移動しますか。うん、そうしよっか。カーベにはキャンディータワーのデザインに専念してもらって、残りのメンバーで材料をパルディスディアイに運ぼう。カーベ、お前がデザインしたキャンディータワーならどんな形だろうとわしは賛成じゃぞ。はい、後輩を叱ったりはしないって言うけど、さっきの口ぶりから先輩の若かりし頃の意向が垣間見えた気がする。いや、先輩は今もお若いか。じゃあ決まりだ。明日はパルディスディアイで会おう。有意思，就等于这边有两个人回忆。気の毒にワコードよ。次はわしが美味しいものをおごってやろう。ただの芝居だったのに、どうして本当に設計図の修正案を考えてしまっているんだろう。はあ。職業病かな。宗神様は多分気づかなかったでしょう。宝石のことは聞きたかったですが。我为什么还是觉得他由于是可以知道，就是去读心。我现在有点好奇啊，这还是你这边还在什么刚才说的什么职业病有点好奇之后会能遇见那些他本人吗？我要是用他自己去照他的话会是什么样子。那边看见提娜里了，还有其他人吗？気づかれなかったよね。明日はパルディスディアイの近くに見張りを立てないと。估计就这些人了。还有其他人吗？是不是有的话可能也是回去了就没了。好像是没了。可以我看一下这期时间差不多，估计结一下。好像这边节日活动应该是比较长，这边的剧情的话应该是前两章比较快，第三章赠予他的回忆，我猜什么最难忘的那个，我是非常的期待吧。之前也是提了，就是纳西达感觉上是我目前就是最喜欢的一个角色，也是很好奇一开始他的魔神任务的时候，就是这边那个化身淡季，但是是由于是魔神的一个相关东西，等于是没有体验到真正的一个过节的东西，现在是终于可以体验了。总之是看一看吧。
如果我没有想错的话，到时候应该是高潮的那边那个，就是有一个什么花车还是一个什么东西，总之是会，我猜是会有，就是很期待到时候会什么样子。具体东西呢是下期再说，这一期就先到这儿了，也是相当喜欢，让我们下期见。